こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画はですね、僕の数ある YouTube 動画の中でもかなり重要度が高い内容になっていますので、必ず最後まで見ていただきたいのと、見た後には実践をしていただきたいなと思っています。今回のテーマは捨てるというものになります。これはなぜ大切なのかというと、おしゃれになるためには新しい服を買えばいいと思っている方が多いんですが、新しい服を1着2着買ったぐらいでは根本的なファッション改善にはならないんですね。なぜなら皆さんのクローゼットの中にはすでにたくさんの服が並んでいるので、その中に新しい服が 1,2 着足されたぐらいではそれはもう埋没してしまうので、ファッションの根本的な解決にはなりづらいからです。で、僕はですね、スタイリストとして結構お客様のご自宅に行ってクローゼットの中を拝見させていただくことがあるんですね。そうするともうたくさんの服が並んでるんですね。そのお客さんっていうのはすごいファッション好きなわけではないんですね。一般の方でもたくさん服を持ってるんですよ。これはなぜかというと、買った服を捨てないからです。中には10年以上前の服をまだ持っている方もいらっしゃいますし、学生時代に買った服を今でも着ているという方もいたりするんですね。これはなぜかというと、男性っていうのはそもそも服を捨てるのが苦手なんですね。さらに男性は気に入ったものを長く着る習性があるので、その結果ずっと着てる服というのが一番馴染んでいるので、それを捨てられないという方が非常に多いんですね。この状態だと確実におしゃれになることができません。そしてもう一つポイントがあるんですけど、たくさん服を持っていたとしてもその中で気に入ってよく着る服というのは限られているんですね。例えばシャツがたくさんあったとしても、その中で気に入っているのは本当に 1,2 枚だったりするんです。そればかりを着るんですね。ですのでそれ以外のものって意外と持ってるんですけど、ほとんど着てないものばかりなんですよ。そういったものを徹底的に手放して、クローゼットの中にどういう服がどのように配置されているのか把握できる状態まで服の数を減らすということがものすごく重要なんですね。そうしないと毎朝服を選ぶたびに面倒くさくなってしまうんですね。僕自身クローゼットの中に服がたくさんありすぎると、それを見ただけでもう少し気持ちが萎えてしまうんですね。一番理想的なのはよく着る服だけ、お気に入りの服だけがクローゼットの中にかかっていて、それを適当に合わせればコーディネートが完成してしまうという状態なんですね。こういうクローゼットを一度作ってしまえば非常にファッションが効率的になって面倒くさいことがなくなりますので、ぜひ捨てるというステップから皆さんに取り入れていただきたいと思っています。じゃあ具体的にどういう服を手放せばいいのか、どういう基準で服を手放していけばいいのかということについてお話をしたいと思います。2つ基準があるんですね。まず1つ目が、5年以上前に買った服は手放すようにしてください。もう一回言います。5年以上前に買ったものは積極的に手放してください。これはなぜかというと、ファッションにも緩やかな流行がありまして、やはりそれが 4,5 年経つとちょっと古さを感じるんですね。なんかデザイン的に古臭いなとか、サイズ感が今っぽくないなっていうのが 4,5 年経つと現れてしまうので、一つの目安として5年ペースで服を入れ替えるのが良いかなと思います。そしてやっぱり服というのは着てると経年変化してきて、色が褪せたりですとかヨレヨレになってしまうので、そういったものを着てるとどうしても清潔感みたいなものが漂わないんですね。よく女性がどんな男性のファッションに好感を持ちますかというところで答えるのは清潔感というテーマなので、やはり 4,5 年前の着古した服よりも最近買った新しい服の方が圧倒的に清潔感が漂いますので、定期的に服を入れ替える 4,5 年という期間をベースとして、それ以上前の服を手放すということをやってもらえれば、ある程度鮮度の高い服というものを着ることができるのかなと思っています。高かったとかブランドものだからとか、そういうのは全く関係ないです。デザインが古臭くてしかもくたびれた服だったら、ブランドかどうかなんかは本当に関係ないです。それだったらユニクロの最新作を買った方が案外素敵に見えたりしますので、そこはもう5年という一つの期間で区切ってどんどん手放すと良いかなと思っています。そして2つ目の基準なんですが、着ていて気分が上がらない服、これもどんどん手放してください。最初の方にもお伝えしましたが、男性っていうのはよく着る服っていうのが限られているんですね。あれもこれも楽しみたいっていうのが女性の感覚なんですが、男性は気に入ったものがあったらそればっかりを着るんですね。それ以外を着ると気分が上がらないからです。ですので男性のその習性を生かしながら、気に入ったものだけをクローゼットの中に置いておくというのが良いかなと思います。
量は必要ないんですね。自分自身が気に入っているかどうか、それを毎日着ても飽きないかどうかということが非常に大切だと思っています。クローゼットの中には着てると気分が上がるもの、なおかつ5年以内に買ったものだけを並べるとかなりスッキリすると思いますので、ぜひ明日からですね、クローゼットの中を開けて徹底的に整理をしていただきたいなと思っています。で、服というのがなかなか捨てられないという方もいると思うんですね。僕も結構もったいないなと感じてしまう方なので、服を捨てるという行為は苦手なんです。ですので、そういう方には捨てるのではなくて、例えばリサイクルショップに持っていくというのも良いかなと思います。例えばセカンドストリートのような大手のショップに持っていくのも良いと思いますし、最近ではインターネットで申し込みをすると段ボールが送られてくるので、そこにお洋服を詰めて送れば査定をしてくれるようなお店もたくさんあったりします。そういったものを利用しながらリサイクルに出すというのは一つ良いのかなと思っています。もしくはもう本当にボロボロものだとか、これ以上使えないなというものに関しては寄付をするというのも良いのかなと思います。H&M なんかに持ち込むとどんなブランドの服でも引き取ってくれますので、そういうところに持っていくというのも一つの手段なのかなと思っています。なかなか服が捨てられないという方は寄付をするなり売るなり、どういった形でも構わないので、どんどん服を手放すようにしてください。一度ですね、手放すのに慣れてしまうと結構テンションに乗ってどんどん手放せるようになってきます。一番大変なのは1着目の服を手放すという行為です。そこさえクリアできると波に乗りますので、どんどんですね、手元の服を手放してクローゼットの中をスッキリとした状態にしていただきたいなと思っています。どんどん服を手放して着る服が本当に少なくなって、これじゃどうにも回らないなと思った時にこそ初めて買い物をするというのが順番としては正しいのかなと思っています。服を買う前に必ず捨てるという行為が先なので、ここをしっかりと意識しながらファッションに向き合っていただきたいなと思っています。非常に大切なステップなので、見ただけではなくて必ず実践に移していただきたいなと思っています。僕自身も定期的にクローゼットの中の整理整頓をしていますので、ぜひ皆さんにも行っていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。気に入っていただきましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。